初めてこれ。やっぱりさ、この裏の匂いってさ、すんごいリンゴ感がある。いいのだけ持って帰ればいいよ。とりあえず取るの楽しいだろうから取って。ね、なんかちょっと食われてる感じがする。ヘビとか言っちゃいます。帽子ちょうだい。やつか。そういうやつ。おお、いっぱい取れたね。すごいね。こういう取り方をしてみたかった、うん。梅の枝っていうのは折っても全然構わないんだ。そうなの。そうなの。桜の枝っていうのは折っちゃいけないんだけど。出て。うん、これかな。すごいね。箇所にいっぱいある。うん。慎重に、これは慎重にいる。でも面白いね、子供って。お兄ちゃんもだって入りたかったもん ね。 そうですね。やっぱり自分たちで取ったものだからこういう発想が出てくるんだろうね。これがスーパーで買ったもんじゃこんなことできないよね。見て、上のピラミッド。2人でさ、これは使い物にならないっていうのだけ、うん、バケツの中に入れちゃってもいいよ。それそれ。虫食いありすぎだろうが。ただいま、農家の子供たちが梅の選別をやっております。何、おお、すごいすごいすごい。何見てんの。 お兄にも教えてあげな。あー、来たー。どこだ、どこだ、どこ行っちゃった今の頭。ここだ。あー、それか。お前の命は忘れない。まだ大盛りはどれくらいか調べてますね。で、結構美味しかったですが、梅の香りをもっとつけたくてちょっと欲張っちゃいました。梅を追加します。マシマシ。